アモリ・バッシーリは、フランスのテノール歌手。スタイルは、ポップ系。フローラン・パニー、セリーヌ・ディオン、ジョシュ・グローバンなどの影響を受けており、セリーヌ・ディオンの楽曲、マイ・ハート・ウィル・ゴー・オンをカバーし歌った。1989年6月、フランス北西部のルマンディ地方のルアンにて誕生。9歳の頃に、母の提案で、地元の音楽学校に通い始める。 14歳の時、シャンソンのコンテストで、ジャック・ブレルのアムステルダムを歌って優勝した。15歳の時には、シャンソン・フランスカップで、フローラン・パニーのサボ・アエミオオリジナルの手話をやりながら、歌って大成功を収めた。20歳で、ワーナー・ミュージック・フランスと契約、デビューに至る。2009年にファーストアルバム、ビンチェロを発表し、フランスでメジャーデビュー。カナダ。 南アフリカ、韓国でもデビューした。翌年には、セカンドアルバム、カンテロを発売。ワーナーミュージックフランスから発売された両アルバムは、数ヶ月で25万枚の売り上げを記録し、ダブルプラチナディスクを獲得した。イギリス、カナダ、ロシア、フィンランド、韓国での公演を含むワールドツアーを開催。南アフリカで発売されたアルバムは10万枚のセールスを記録し、 英語以外で歌う洋楽 CD 売り上げ記録を更新した。ユーロビジョンソングコンテスト2011でフランス代表として選出された。同コンテストで披露したドリーム、ソグヌー、コルシカの言葉で歌ったが最優秀作曲賞を受賞した。ありがとうございます。